編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。ジュケメンタリー、皆さんこんにちは。受験生版タイガーファンディングの小林です。今回はジュケメンタリーの企画ということで、宮本くんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、宮本くん、ご自身で、志願した内容であるとかプランとか覚えてますかね？いや、ちょっとなんか抽象的すぎてちょっと後悔してる部分もあるんですけど、状況成功させてなんかキリン人になるって言ってました。そうですね、はい、言ってましたね、ご自身ででね、見事、つかみ取ったということですよね。はい。はい、で、もともとね、動画では、動画というか、収録では、慶応を受けたいということであったりとか、将来ね、起業したいとかって話していただきましたけど、まさに、共通テストも終わって、いわゆるスーパー受験期ということでですね、今回は共通テストの結果を伺いつつ、かつ、受験校ですね、どんどこ受けるのかってことの最終確認。で、あとは近況ですね、それぞれ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。します。はい。じゃあまずですね、共通テスト、まだ終わったばかりですが、まずはお疲れ様でした。おめでとうございます。はい。まずいきなりもう結果を聞いちゃっても大丈夫ですか？はい。はい。じゃあちょっとそれぞれの科目と点数を教えてください。はい。慶応志望なんですけど、高校の方針で、娘の高校も受けようっていうので、ちゃんと文系で8科目でしたっけ？はいはいはい。はい。完全フルで。やって、あと公民の教科は臨政を取ってます、うん、はい、倫理政治ですね。わかりました。で、合計は、707点でした。900分の707点かな。そうですね、707点、はい。国立志望じゃないから、別にこの点数が別にすごく重要というわけではないですけど、はい、いいですね、成績。いや、もうなんか思ったより取れてね、なんか、普通のね、ちょっと東大とかはあれだけど、ちょっと難しい国立大学とかは全然出せちゃうレベルですね。すごいね。はい、いや、本当に先生方にめっちゃ教えてもらってよかったと思います。はい、はい、収録の時もなんか勉強時間の割にめっちゃできるじゃんみたいな、僕も、ね、多分発言してたの覚えてるんですけど、素晴らしいですね。ちょっとじゃあ主要科目の点数を、教えてもらいましょうか。じゃあ英語はどうでしたか？英語はリーディングが80点で、はい、リスニングが82点でした。はいはい、はい。国語は？国語が133点。あれ？国語あんまりですね。めっちゃ低いです。はい。なるほど。国語がよくできた。ちょっと合計合わないかもしれないですね。すみません。ちょっとどっかにちょっと記憶で話してるんですけど。記憶で話してる。はい、じゃあ大体で、皆さん大体で優しく捉えてくださいね。大体で、ね。はい。ちょっとついてるわけじゃないんで、宮本くんね。はい。132かもしれないです。すみません。133か132ね。はい、わかりましたよ。ね、はい、はい。数学が、数 1A が83で、うん、数 2B が85。なるほど、なるほど。結構、はい、すごいね。数学結構できてるね。はい、数学好きなんですよ。はい。なるほど。なので、じゃあ残りの点数が社会と理科ということですね。はい、はい。でもどうですか、慶応に向けて準備は着々とできてそうですかね。基礎は。はい、頑張ってるんですけど、協定がリーディング80点にやったのが結構不服で、多分慶応志望の人が受けてたらもっと取ってるなっていうので、うん、やっぱそのスピードなんですよ、僕の課題が。だからやっぱちょっとそこが不安ですね。なるほどね。はい、でも自分でね、反省点が分かっているというのは、直前期ね、とてもいいことだと思います。ありがとうございます。はい。でもね、共通テストも、別にこれでね、なんか合否が決まるわけでは基本的にはないけれども、慶応という点では。うん。ただそれなりの点が取れて、無事ね、通過できたということは、まず一安心だと思うし、試験の練習というかね、いいね、緊張感の中でやれたんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次にね、受験校をちょっと聞いていこうと思うんですが、実際にもうね、出願は始まってたり、もうなんなら締め切ってる大学もあるけれども、実際どこを受けることにしましたか？はい、まず第一志望の慶応義塾大学は、商学部と文学部と経済学部と法学部、はい、その4つ。この4つ、なるほど。はい、商学部は、社会、数学方式、それとも、小論文。はい、数学使う。あ、数学使う。はい、SFC は出さなかったですか？そうですね、ちょっとキャンパスが違うところになってしまうので。確かに状況じゃなくなると、湘南藤沢だと、なんかね、はい、似たようなところになっちゃうんで、確かに志願の目標もね、スローガンも上京してって言ってたから、確かに東京じゃねえじゃんっていうツッコミですか。ちょっと面白いけど、
はい、で他にはどうですか、出願した大学は。まあ、明治大学の経営学部、うん、明治の経営ね、はい、でそれがあの初日なんですよ、その4学部受けるうちの、はい、まあ、ですから先にその明治大学の試験を受けてちょっとこう次第の感じにならそうかなっていうのでそれを受けましたね、はい、受けました。以上ですか、はい、あとまあ、協定利用で立教大学の経済学部、あと横浜国立大学、国立は横浜国立大学受けろっていうので、これまあ前期後期出願したんですけど多分前期しか受けないんじゃないですか、うんうん、はい、わかりました、ありがとうございます。まあ一応では出した大学としては全部で7つ、まあ、慶応4つ、明治、立教、そして横国、まあ、横国はまあ基本的には前期しか受けないだろうということですね。でまあ、確かに点数見てると、ちょっと僕も今あの手元に全部の大学の共通テストボーダーを持ってないんですけど、まあ、立教はいけそうだなっていう、多分おそらくね、思いますが、まあ、まだ正式に結果は出てないので、またね、受験の後にいろいろ報告してもらう時もあると思うので、そこでね、お話を伺えればと思います。はい。はい、ということで、まあ、残り期間、本当にもう1ヶ月どころじゃなく、本当数週間で、もう試験始まっていくわけですけれども、まあ、残りのね、日数ぜひ頑張ってほしいと思いつつ、まあ、今の最近の近況だったりとか、もしくは、なんか悩みポイントだったりとか、逆に多分ね、結構何万人って方がもしかしたらこの動画見てくださるかもしれないので、まあ、こう視聴者の方に伝えたいメッセージとかがあれば伺いたいと思います。やっぱりやってるも問題集が今例えばもうこういうプラチカだったりとか、なんかこういう過去もまとめたやつとかのその赤本とかもう難しいことをしてないんで、なんかあんまり爽快感がなくて、そこは大変って感じですかね。うん、そうですね、結構直前期だからこそ今までやったものの復習とかもね、しっかりとやっておくといいですし、まあ慶応なんでね、やっぱ相当難しいんですけど、やっぱりその受かるか落ちるかの瀬戸際って難しい問題を取れるかどうかよりも基礎的なところでいかに失点を少なくするかがどっちかっていうと勝負の分かれ目だと思うんですよね、うん、やっぱり難しい問題はみんな取れないので、うん、ただみんなが取れるはずの問題をみんなちょっとずつ落とすんですよ、はい、それを全部取り切れば基本的には合格点におおよそ届きますっていう風に試験はできているので、そうですね、そういうところを頑張っていただければと思いますけど、はい、まあ、勉強とかは順調にできてますか。そうですね、最近その家の近くに図書館がめっちゃ新しい図書館ができて、おもうそこが開館が9時で閉館が夜の9時、その12時間ずっとそこにいるという。素晴らしい。で、近くのうどん屋さんにお昼ご飯食べに行っているの。このもう全く同じサイクルで生活してるので、すごいいいと思います。はい、集中できてそうです、ね。生活リズム作るっていう。はい、もう正直ね、僕もあんまりね、もう直前期なので、大したアドバイスはね、できないんですけど、やっぱり一番大事なのは、やっぱ体調管理です、何よりもね。うん、特に宮本くんの場合は家からね、なんかちょろちょろっと電車に乗って受けに行けるわけじゃなくて、やっぱ結構距離の、ね、移動もあると思うので、やっぱりそういうことも含めてやっぱ体力面とか、結構慎重にね、取り組んでほしいですし、まあ、図書館に行くのとても素晴らしいと思いますし、ご飯食べに行くのもいいと思うんですが、やっぱり風邪をもらわないことをね、とても気をつけていただければ。ああ、そうですね、はい、うん、まあ、図書館なんでね、別に大声で騒いだりとかあまりね、こう飛沫を飛ばしてる人はいないと思うんですけど、そうだ、満員電車とかより全然マシだと思うんですけどね、はい、気をつけてもらえればと思いますね。ということがあればどうぞ、うん、芸人の安全漫才の宮園さんの言葉で、こうなんか報われる努力と報われない努力の差は、必死に大変やけど頑張ろうっていう努力は報われなくて、周りの人がめっちゃ頑張ってるよなって言ってくれたのに対して、いや全然もう俺は楽しくてやってるからって返せるぐらいの努力が実るっていう話を聞いて、ぜひもう楽しくやろうと思ってますし、受験勉強、皆さんも楽しく受験勉強しましょう。はい、ありがとうございます、はい、ということでね、宮本くんからもメッセージいただきましたので、まあ、もしかしたらね、この動画を見てる方の中にも同じようにね、こう受験勉強を頑張ってる方もいると思いますので、ぜひね、最後まで諦めずに頑張っていただければと思います。はい、ということで今回はね、受験メンタリー宮本くん編ということで、お送りいたしました。宮本くん、今日は最後までありがとうございました。ありがとうございます。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、交通費支給もあるよ。詳しくは概要欄から。